ゴールデンウィークっていつまでなんですか？今日までのところもあるのかな、皆さん場所によっては。作り置き作りながら見てる、女子すぎる、女子すぎる。カチューシャ熱い、本当。長野の落語見に行くよ、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます。雨やばい、天気悪すぎる。そうだよね、今日で終わりだよね。風も強い。昨日から仕事でした。落語東京3日間取ったと。え、待って、落語っていつからチケット販売だっけ。すいません、なんかごめんね、なんか止まっちゃったよね、ごめん、私の携帯の問題でした、すいません、謝罪会見します。マジもうやばい、告知できずにいた、すいません、昨日めちゃバタバタしててすみません。長野の落語来ます、今日終わったら告知しよう。そう、待って、すっかり、そうだ、ハンメル止まってた、すいません、すいません。ねえ、落語みんな撮ってくれてありがとう。昨日1時から夜9時までちょっとお仕事の打ち合わせというかお話があって、その話の内容が濃すぎてちょっとそうだ、告知できずにいた、すみません。選考が始まったんですね。落語変えた、嬉しい、ありがとうございます。8時間勤務確かに全然普通に打ち合わせなので。こんにちは。じゃあ私のこの携帯でこの携帯で、あれ、令和落語、ちょっと待って、あと今携帯の充電がほぼなくて、この今はこちらの携帯の充電ができたらちょっと告知しよう、ごめんね遅くなって。じゃあ落語の長野東京の、まあ、販売が始まったわけですけど、来てくれるよって方いらっしゃいますか。改めて改めてですけど、落語どっちか、東京でも長野でも行くよ。嬉しい、ありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます。東京千秋楽に行きます、ありがとうございます。三鷹行く、両方行く、ありがとうございます。両方押さえて、ありがとうございます。最初と最後撮って、ありがとうございます。ぜひね、同じ演目は見たくないよって方がいたら、東京は別の演目やる日もあるので、ぜひ来てくれたら嬉しいです。両方行く、アンテナ全通、ありがとうございます、本当にありがとう。東京一般で撮ってみます、忘れないでね、一発なので。ななこちゃん、長野の変えた、よろしくね、よろしくお願いします、ありがとう。一発でも嬉しいです、もう何でもかんでも嬉しいです。日帰りだけど長野行くよ、ありがとう、頑張れる、本当にマジで頑張れます、マジで頑張れます、頑張れます。半年ぶりに落語見る、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。まあ、正直申し上げるともう1個覚えたんですよ1個覚えたんです。私、東京と長野で演目が違うんじゃなくて、東京と、あ、
なんて言ったらいいんだろう、東京と長野全部で6公演あるんですよ。その中でそれ全部同じ演目やるんじゃなくて、東京の方はラスト2公演だけ別の演目をやります。多分もうじき出ると思うんですけど、演目情報が覚えるの早いというか、まあ、今回は私がちょっとイルミナス所属特権を存分に使いまして、マネージャーさんに圧をかけて台本送ってくださいもう実は1月2月ぐらいに台本送ってくださいって、もうあるでしょ台本って言って圧をかけたら送ってくれて使えるものは、そう使えるものは使わせていただき、そう圧をかけたらなんとすぐどうぞって送ってくれたので、今回はありがたいこと。早く、やばい、今ガッツポーズしてる、やけどがねえ見て、まずじゃ本日のやけど系 YouTuber で行くんですけれども、ここのまずこことここがやけどしてるんです。東京の初日と千秋楽で演目違います。でもこれは暫定のスケジュールだった気がして、ちょっと果たしてちょっとそれが正式に決まったかどうかわからないんですけれど、まだこの後あの出るので情報が、痛いんですよ。あのお風呂の時地獄、キズパワーパッドをこの間のショールームやった時に終わったら買いに行って、長野とかは長これ出たんですけれども、その時はキズパワーパッドで乗り切っていて、でもやっぱり生活しにくくてキズパワーパッドなんか取れちゃったりするし、気になっても取ったらまあまあ痛い感じで、だから今髪の毛洗う時にももう指先を右、左手はもう指先で、右手を存分に使ってます。私左利きなんですけれども大変です。でもみんなが落語見に来てくれるって言ったから、多分もう多分10分後ぐらいには治ってる気がする本当にみんなのおかげで10分後ぐらいにはなんか多分すごい治ってそう、今嬉しい気持ちだから。パシフィコ横浜近くの大戸屋には電気なんて届かなかったやばい、私がいたところはちょっとあった、遊びに来てよありがとう。落語全部行きますありがとう。もうマジ多分あと5分後に治ってる。多分みんなが落語来ますっていうコメントによって多分皮膚が一個一個完成していく。こんにちは、奇跡が見られる。そう多分この配信でみんながチケット購入の報告してくれるたびに、左手の薬指大事ね。残念ながら全然ちょっと私にはちょっとまだ活躍しそうになくて、匂わせちょっと遠目から見たら匂わせっぽくなるやだこんな匂わせ。あれなんか指輪してるってなる、ちょっとって一瞬だけ見たらこんな悲しい匂わせあります。今回ちゃんと奈々子さんがいる日を変えたそうだそうだった。やばい血液の匂いやばい本当に。でもねもうその染みたりはしないんです、ほら触ってる、全然もう染みあんまり染みたりはしないです。もう皮膚が膜が張ってるので。こんにちは、やけど隠しに指輪を送りましょうかね、痛いから
なんか私指輪とかすごい可愛いなって思ってその結構高いのは私買いたくないんですけれども、スリーコインズとかそう、そういう300円ショップとかで指輪とか一時期買ってたことがあったんですよ。ただやっぱ指輪って人によってね大きさとかも違うし、なんか大きさを合わせるのが難しいんですよね。やっぱ300円ショップとかだとサイズとかが結構限られてるから、で300円のそう指輪とか私でも安いの買っちゃうから、買っても結局なんかどこの指につけてもなんか匂わせっぽくなっちゃう気がして、考えすぎてつけるのやめたなんかそういう時に限って薬指しかサイズが合わなかったりとか、中指だとブカブカだったりとか、なんかいろいろあって、なんか何どこの指にはめてもなんか私普段指輪してないのになんか匂わせみたいになっちゃって、もうやめました指輪GA いっぱい入ってて590円、あそうなんだ、買ってみようかな。だから指輪つけてません。まあちょっと今そういうの気がつかない私まあでもその時は NGT にいた時だから、そうそう、あのさすがにねそれでなんかちょっと思われたら嫌だなとか思ったりして、なんか左手のここは薬指は、まあ、結婚じゃないですか。でもなんか右手はなんか婚約なかなんか知らないけど、なんか彼氏がいるみたいな、知りませんけれども、なんかそういうのがあるじゃないですか。だからでもそれってそういうためにもちろんつけてる人もいれば、なんか他のここにつけてる人もいれば、でも特に意味もなくここにつけてる方とかもいらっしゃるから難しいよ。でも何なんだろうね、私は指輪はしてません。カチューシャはしてます。もう最近髪の毛がちょっとプリンになりつつあって、こんにちは。確かに反転、反転、確かになんか自撮りとかしてると基本的に反転になっちゃうじゃないですか。ただ私も基本反転のままで載せてるんですけど、めんどくさくて戻すのが、まあ戻さなくてもいいから載せちゃ、そのまま載せちゃってるんですけど、こう雑誌とか文字とかと一緒に撮るときは反転のままだと良くないからさすがに戻してるんですけど、なんかそれこそアイドルの方とかでこういう見に来てねとかそういうさパンフレットとかさ持ってるまま持ってて反転のまま載せてる子見ると戻せばいいのにって思っちゃう時はある結構それはあるかも。指長そう、どうなんだろう、手大きいかもね。私も仕事中はカチューシャ使って、あらお揃いですね。こんにちは。反転の反転して保存する、すごっ。装飾品、指輪、ネックレス、イヤリング、どれが好きですか。イヤリング、ネックレスは絡まるから保存方法が下手すぎるだけ単純。ネックレスもすごく、私こういう首元開いてる服とか好きだから着たい、着るから、そういうことを、そういうね服とか着るかネックレスしたらおしゃれなんだけど、ネックレスは私保存方法が下手すぎて絡まっちゃうことが多くて、あの本当にあんまり、たまにつけるけど基本的にはイヤリングが多いですね。なんか基本的に私はアクセサリーは300円のものしか買わないんですよ。まあそれはその300円のものだと
まあ、いろんな種類を買っても罪悪感がないからっていうのなんですけど、結構だからね、私は300円ショップをめっちゃ行ってるんだけど、たまにファンの方がもう絶対1000円ぐらいするイヤリングくれるとマジで一回あがめる。ファンの方から、ファンの方いつもね、もう絶対これ1200円ぐらいするじゃんと。私からするともう超高級商品のネックレスくれたりするから、もう一回あがめてからつけるようにしてます。そうイヤリングはよくねいただくから嬉しいです。さすがにちょっとピアスは開ける気がないので、私はどうだったんだろう。4月の壁紙は奈々子さんってすごい最近だよ4月の壁紙の奈々子さんって多分撮ったの超最近だよだそんな変わってないと思う。写りの問題だと思うな。4月の壁紙は撮ったのめちゃ最近です多分1ヶ月も経ってないくらい、3週間も経ってないんじゃない。そうかな、髪の毛髪型が違うからそんなことないか。まあ風邪もひきましたしね。俺の肉もらってほしい。どこ？皆さん焼肉で一番好きなのは何ですか？私はタンです。タンが好きです。ハラミも好きです。タンが美味しい。カルビ、もうカルビはちょっともう卒業したな。しいたけ、しいたけ美味しいけどね。レバー、私レバーは苦手なんですよね。シマチョウってどこ？シマチョウ？どこ？どこの部分だろう？どこの部分でしょう？なんだこの仮面カレンダーめくるの忘れた。めくれめくれ。肉に好き嫌いはありません。わかる。でもレバー以外は好き。玉ねぎも美味しい。ハラミ、人のお金で食べるのはどこでもわかる。わかるよ、わかるよ本当に。でも最近はなんかそのそれこそね、スタッフさんとご飯に行くとか、まあ、周りの方とご飯行く機会があっても、今までは本当におごってもらってたんですけど、ちょっと最近はより払う意欲を見せるようにしてます意欲、そう、意欲を見せるようにしてます。それで意欲見せて、あ、いいよって言ってもらえたら、まあ、あざすって感じだけど今まで以上に払う意欲を見せます。でも本当にそれで本当に払う心意気でいます、基本的にだ意欲大事だから。奈々子のおごりで焼肉屋、ごちそうさまです。ごちになります。高い焼肉屋さんで人におごったことないな。ほんと誰、先方って言ったらあれだけど、一緒にご飯行ってる人がカードで支払うんだったら、ちょっと意欲見せるのちょっと難しいんだけど、現金で払うってなった時は確実に
意欲見せた方がいい、いやまあどっちも意欲見せた方がいいんだけど現金で払う感じだったらもう絶対にそのじゃあ小銭は出すとかね、意欲大事です。まあでも最近カードで払う人多いよね、特になんかスタッフさんとかはもう絶対に、いやその次は私が、そうそれもねあるじゃないですか。ただ私はやっぱりそのスタッフさんとか身近な人とご飯に行くことが多いから、そのとお友達と行く時だったら、お友達そうね次私出しますよもういいかもしれないけど、なんかスタッフさんとさご飯行ってさ次私出しますって言いにくいんだよね。多分次も多分払ってもらえちゃうからちょっと困っちゃうんだよねそこは。ただ一個私が NGT 時代からいろんなスタッフさんとご飯に行って学んだことは、お会計の時にあ私細かいのいっぱい持ってますよっていうのがすごくいいです。これ本当皆さんおすすめですよ。これ私前も言ったことあるんだけど、なんかあ私も出しますよって言ったらちょっとわざとっぽいというか、私今日めっちゃ小銭あるんですよって言った方が、あ本当にこの子払おうとしてくれてるってなるので、これおすすめです皆さん。今日自分めっちゃ小銭ありますって、だから私はなんか財布だけ白々しく出すとこいつ出す気ないじゃんって思われちゃうから、ちゃんと自分から小銭いっぱいあるんですよってちょっとアホっぽく言うとマジでおすすめです。失礼ない方法はこれだって私思ったんですよ。そうめっちゃ細かいのありますよってわざとっぽく言う、それであ全然いいよって言われたら、まあ私もマザーって出さないんだけど、だいたいさそのさスタッフさんとご飯行ったらスタッフさんが出してもらえちゃうから、小銭だけでも払おうとしているっていうこと。えだから私はその一番さ、え待ってこれ私文句言いたい。友達もそうだけど、なんかそう友達とご飯行った時にごめん大きいのしかないっていう人いるじゃん。いや崩しとけよ私いつも思うんですよ。いません、ごめん待って諭吉しかいないんだけどみたいな。いやいやいや、それでさ、じゃあなんとかちゃんがじゃあ大きいの出してなんとかちゃんにじゃあお金をお渡してみたいな、そういうのが私もうめんどくさい人でも いません。絶対一人はいるじゃん、だから二人いるじゃん、なんなら四人五人四五人でご飯行ったら二人いるよね。ごめん待って大きいのしかないんだけど。それがね一人ならいいんだけど二人いるとマジ困るんですよ。なんか私はもう絶対誰とご飯に行くにも絶対に野口をいっぱい連れていくんですよ。諭吉一枚だと良くないからの野口軍団を作っていくことが私は多いんですよ。えでも絶対いるよね。あとカードしか持ってないっていう人、それも分かるけどね、もう最近そういう時代だから。一応千円札10枚は用意しておく。すごい、さすがにそれはすごすぎる。なんかもうあごめん待って今日カードしか持ってないわ、もしくはごめん大きいのしか持ってないって、それがね重いんですよね。なんで秀夫さんだけの愚痴呼び、やばい秀夫さん秀夫さんはいっぱい持ってます。
本当だよ、ゆきち軍団構成したいよ。後から回収って言って自分で払う、あー、まあ、それもありだね。ただめんどくさいんですよね。それこそメンバーとご飯行った時とか、あのやっぱ私が、ね、結構年上だったから、移動期とかでご飯行く時とか、そう、必然的に私がじゃあみんないくら、一人いくらねとか言って、私が結構仕切ることとかあったんですけど、もう絶対6人でご飯行ったら2人は大きいのしかない、カードしかないって言うんです。で話しているうちにススッといつの間にかいなくなって、西方先生が払ってるからさ、もう本当に良くないんです。本当に私が一番年上だからさって言って、そういう人がいるからさ、もう困っちゃうんですよね。しかもさ、私はさ、その、まあ、私はいわゆるって言ったらあれだけど、ゆうちょ銀行の人なんですよ。だからさ、もうお金が下ろせなくて、だからもうゴールデンウィーク入る前にお金を、まあ、多めに下ろしたんですよ。だからほんと使わないように心がけてる、はあ、使わないようにしようって思いながら日々ここの1週間ぐらいは過ごしているんですけど、先日ね、長これで、あの長野行ったら本当にお金使わないようにしよう。やっぱこういう時、県外行った時お金使いがちだからって思ってたけど、まさかの行ったご飯屋さんが駅そばだったから全然お金使わなかったわ。この前2000円で友達とランチ行った。え、2000円でランチって、どういうこと？2000円で友達とランチ、まあまあどれぐらいの高い安いどっちなの？そう、ゆうちょそのもの、私も油断してたんですよね。ゆうちょそのものが使えなくて、だからめちゃくちゃ下ろして、そう、スタッフさんがずっとね、もう東京駅に着いた時点からもうお腹すいたで100回ぐらい言ってて、もうなんか本当にとりあえず長野駅着いたらすぐご飯食べましょうとか言ってて、てっきりさ、そんなこと言われたらさ、あーでもやっぱり長野だから、まあ長野駅の緑っていう建物があって、そこのまあなんかレストラン街行くのかなとか思ってたらさ、そしたらもう本当にすぐだった、駅そばをもうここで食べるって言って450円ぐらいの駅そばを初めて、私立ち食いとかさ経験したことなかったからさ、でそのまま中野駅着いて、そのままで私は一人で懐かしの街を散歩していましたよ。アメリカのくら寿司で8皿食べたら3000円ぐらいした。そうなんだ、高っ。ななこさんのお財布事情分かってたんじゃない？どういうこと？私のお財布事情はもうめちゃくちゃ、まあでも確かに、いやでも分かってないでしょ。でも今までっていうかね、 NGT 入りたての頃、まあ、お給料をいただいてからはなんか口座からお金を減っていくのが辛くて、もうなんかその自分が寂しい気持ちになるから、本当にちょっとずつ下ろしてたのだけど、やっぱね、もう大人になってから気づきました。一気にガッて下ろした方が結果使わないんですよね。これ分かります？ちまちま下ろすんじゃなくて、一回にまとまった金額を下ろして、そこであじゃあ今月はこれでやりくりしようとか考えてる方が結果
手数料とかもあんまかかんないしいいんですよね。私はそういう派になりました、大人になってから。でもまとめてすっごいさ、ちま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 、あの下ろす方いるじゃないですか私はもう一気にガッて下ろしちゃいます。どういうこと、もう何ヶ月もお金を下ろしてない気がするってどういうこと、空から降ってくるの、恵みのどういうことこうやって手をこうやって手出したらふわって出てくるの、それとも空からはっってなるのあ、現金そういうことかあ、そういうことかちまちま下ろす人いた、私は絶対ちまちま下ろさない。あとスイカも今はスイカこそちま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 チャージしてたけど、もうそれもやめました。もう一気に1万円チャージするようにしました。本当はね、なんか結びつけて携帯とかでピッてできたらいいんだけど、ちょっとそれめんどくてやってなくて、ちょっとしばらくお金下ろしてないって聞いたから降ってくるのかと思いました。ああそんな世界線に行きたいですチャージした時なくしたら不安にならないですか。なくさないからな。金降ってこないかな、本当だよね。私うわやらかしたっていうことないんだよね、物なくして。なんだろう、鍵とかもなくしたことないし、ただやっぱさカードってさ使いすぎちゃうよね。使いすぎちゃうというか、私ドコモなんですけど、なんか D 払いとかで結構本当にポイントも貯まるからいいけど、ついついね使いがちなんですよね。あ、私は財布なくしたことあるわ。ただそれ私ね小学校6年生の時で、あのお金マジ2円とかしか入れてなかったの。お金はいつもそのクラシックバレエに行くバス代だけを入れてたので、バスに乗って帰り道財布を椅子に置いて、あのそう家帰っちゃったことがあって、そしたらその中に保険証とかが入ってたのかな、だから電話が来たんだけど、あの財布に2円とかしか入ってなくて、だから全然大丈夫でした。でもやっぱ小学校6年生の時ってさ、ちょっと大人になりたい、大人っぽくなりたい時期だから、財布だけ一丁前になんか大きいやつ使ってたんですよ私こういうなんか可愛い巾着とかじゃなくて、一丁前になんかあの当時小学校の時に流行ってたローズファンファンっていうブランドがあって女の子が使うブランドがあってね、折りたたみじゃない長い長財布使って、そうそう、こんなでかい財布に2円だけ入ってて、そりゃ多分盗む人も盗まないわ。ローズファンファン懐かしいわ。携帯なくしたことも、携帯落としたことはあったけど、あリズリさん懐かしい。リズリサ懐かしいな。まあでもそんな感じかな。あとなくしたものは
そんな、あ、私はめっちゃショックだったのは、その家族の話っていうね、舞台に初めて出た時に、その最終日だけ家族がそのホテルを立候補会っていうね、あの劇場でやったんだけど、立候補会近くの一駅ぐらいのホテルを取ってくれたんですよ。千秋楽の前日かな、その日だけ。やっぱ疲れてるってこともあって、でそこに泊まるから、でその家族の話の舞台は、あの自分で髪の毛自分でやらないといけなくて、だからそのアイロンとか、あとケープっていう髪の毛固めるやつとか、髪の毛をサラサラにするやつとか、私初舞台だから超気合い入れて全部新しく買ったんですよ。でそれをホテルに置いてきちゃって、ホテルに電話したらありませんよって言われて、でもそんなわけないの正直だってホテルでそのグッズ一式ね、使ってたし、ないわけがないんですよ。で私はホテルと、あのホテルに出て歩いてる時に気づいたから、歩いて立候補会向かってる時に、あ、忘れたわって思って電話したんです、ホテルに。でも確認したらありませんでした。ないわけないじゃんって思ったけど、うん、まあ、もう舞台に時間ないからもういいやと思って。でもそれ結構ね、今ショックだったなって感じです。まあ忘れたのが悪いです、本当に。まあそれぐらいですかね。でもさ、カトミナがさ NGT 入りたての時に、もう化粧ポーチ、もうこんな何入ってんですかみたいな、キャリーケースですかぐらいの、もうそれは盛りました。あ、本当にお弁当箱みたいな、あのおせち料理が入ってるようなお弁当箱のぐらいの大きさのメイクポーチを、なんかマックかどっかに置いてきたらしいんですよ。で、え、大丈夫、みなみちゃんブランドもの使ってるし大丈夫みたいな、みなみが全然焦ってなく、うん、また買えばいいやみたいな感じでお嬢は違うってみんなで言ったの覚えてるみなみが全然焦ってなかった、うん、じゃあ次これとこれ、ここでこれとこれとこれを買ってみたいなみんなの方が焦った、え、だってみなみのメイクポーチ探そうみんなでみたいな感じだったけどみなみが、うん、でも大丈夫みたいな感じだったから、すごかった。そう、結構だって化粧品って超高いんですよ、本当に。いや、超恥ずかしいこと言うと、私今化粧品ポーチ入れてる袋100均って感じなんですけど、私は今100均に入れてます。で、これチカポンからもらったの新潟県すみます芸人のチカポンが、私が卒業するときにくれてチカポンがプレゼントしますって言われてね、それつけてるんですよ。私は100均のポーチに入れてるというのに、超高いんですよ。もう本当に化粧品って、これこんな、あ、すごい、こうやったらちょうどなんかギフトが来た。こんな大きさのさ、アイシャドウがこれ7000円ぐらいするんですよ。一応私もなんか重箱みたいなケースあるんですけど、これもあるんですけど、これはかさばっちゃうので、なんか撮影現場とかには持っていくんですけれども、ちょっとしたお仕事の時とかもこれ持ってってなくて、これは高かった、これは高かったこれはね、4年前とかに買いました。多分1万円ぐらいしたので、これは私が死ぬまで使うと思います。私
高いものはもう死ぬほど自分が自分の命尽きるまで使うって決めてるんでやばすぎ貧乏すぎ本当に一生使ってやるっていう心意気で使ってるの でこの100均は正直まあそんなにまあまあまあ30になるぐらいまで ちなみに財布はポールスミスです。これは 4,5 年前に買いました。落語長野公演無事チケット取れました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。本当にこれはもう正直ボタンのところがおかしくなってるので、もういつ私のものがいつ壊れてもおかしくない状態ですって言いながら使ってる。新しく買おうと思ってるんだけどね、買おうと思ってるの。ただ自分の誕生日の時に買おうかなと思ってます。自分の誕生日の時に買えば多分半額ぐらいは親が出してくれるんじゃないでしょうかね。誕生日だといえばっていう考えで誕生日に買おうと思ってます。声ちっちゃめに聞こえちゃうから。聞こえるんで、大きく声を大きめに話すと聞こえるんで、誕生日に財布を買えば半分私出すからって言えば多分半分は出してくれるんじゃないかな。なんなら7割ぐらい出してくれるんじゃないかなみたいな。あわよくばね、あわよくばですよ、あわよくばで、まず、母の日がねもうちょっとであるんですけど、その後に父の日があるので、父の日に手紙を書くんですよ。お父さんいつもありがとう、私は今年の誕生日に、私はたまたま、ほんとたまたまなんですけど、今財布が欲しい気持ちです。たまたまなんですけれども、もうちょっとしたら誕生日が控えております。ほんとたまたま偶然なんですけどみたいなことを言えば、ほんとあら偶然みたいな、そしたら多分きっとっていうことを考えたら、考えたらですよ、ワンチャン10万円ぐらいの財布いけんじゃないかなみたいな10万の、私去年それで結構うまくいったんですよ。去年お父さんいつもありがとう、いつも本当に感謝してます。そういえば私はキャリーケースが欲しいなと思っています。あら、ちょうど誕生日が近くに迫っています。ぜひ私にキャリーケースをくださいと言ったら買ってくれたんですよ、キャリーケースをね。そうというか何のキャリーケースが欲しいか URL 送ってくださいと言われたんで、ちゃんと送ったんですよ。だからなんか2回目もうまくいくんじゃないかなと思ってて、なのでね、さっきまで結構雨が降ってたからね、何言っても聞こえない感じでしたけど、こういう時に限って雨が止むんですよ。雑音がなくなるんですよ。だから私は10万円ぐらいの財布を私が半分出しますっていうから、そしたら5万で済むから、そう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 、でもやっぱり10万の高いから8万とか、そしたら4万とかでしょ。そうそうなんだよね。来年はバッグにしようやば、孫がいるから難しい。だって孫大丈夫、孫12月生まれだから大丈夫です。まだまだ先の話なんで。そう、やっぱ10万のプレゼントをおねだりするのは良くないから、半分私が払うっていう体でいけば。でもさ、確かに10万は良くないから8でいくわ。8万の財布を私が半分払うから半分出してほしいって言ったら4万だから
まあ許容範囲なんじゃないかなって思ってます、正直。正直ね。で、26歳、だから節目の、何の節目でもないわこれが30だったらな、ちょっと26を何かの理由つけて、何かの節目って言って、ちょっと後で理由つけます。26といえばみたいな、節目の年みたいなこと言って、何の節目か知りませんけど、あ、そう、アラサーの節目なんだよって。あ、10行ってちゃうね、やっぱ8にするね。あ、いや、あざといなあざといな、それは。まあでも、ちょっと皆さんに父の日が終わったらどんな成果があったのか手応えを伝えますね。26は一度しかないのでお願いします。確かに一回しかないですよね。だからちょっと皆さん、はあ、母の日どうしよう。プラダ行けちゃう？いや、いやだ。父の日は何を、え、去年何あげたっけ？忘れました。何あげたっけな、やっぱ痛々しいな、なんか。まあでも楽しみです。私はきっと両親は落語は見に来てくれると思うので、皆さん見かけたらそっとしておいてください声かけずにそっとしておいてくださいまあ実は毎回来てくれてるんだけどね、落語。多分ね、お母さんは話しかけられても割とハッピーな人なんだけど、お父さん多分話しかけられたらってなっちゃう、人見知りボーイなんで、すいません皆さんあ、そうだ、え、なんか、そう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 、あのそうだ、あれあげたんだ、 T シャツ、あのキツネ、キツネ、メゾンキツネ T シャツあげたわ、そうだ。大変だ、楽しみだけど、今年のさ、今月中に、まあ、当然のことながらもうちょっとで、ね、ビジュアル撮影があるんですよ、落語の。来週か再来週かその辺にあるんですけど、何色かな今年は。もう結構いろんな袴着てるんですけど、白も着たし赤も着たし、なんかボーダーストライプのやつも着たし、でも私は実は今までの袴の中で前回の落語の袴、花柄の袴が一番テンション上がった。自分の袴が一番可愛いって思いながら落語やってましたハッピー、脳内ハッピー。今回は何色かな、黄色、なかなかないね、着る機会。ぜひ皆さん、ちょっと私が今回何色の何なのか何色の何なのか、私何色の何の現場に遭遇したことある、買い物してたら、あの、そう、昼なんですの買い物してたら、と思って、そうなんですよ。でも楽しみです、今年も袴が。本当は長野公園と東京公園で袴変えれたらいいんだけど、そんなうまいことはいかないと思うので、きっとでも髪型は変えよう。どうしようかな、髪結構でも割と伸びた気がするんだよね。花柄ハーフアップ奈々子ちゃん大好き、ありがとう、嬉しい。だから今年の落語は
どんな感じになるのか、ちょっと皆さん見に来てくれると嬉しいです。まあ多分ですけど、多分っていうか、まあ今年で最後、今年の落語はこれで最後なので、今回がもう今年下半期やることはないので、私がやることはないので、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。9日って明日か明後日か、明後日のファンクラブの動画の方では長野県のおすすめ居酒屋第3戦3つを私がお話ししているので、ぜひ皆さん、もう行ったことあるかもしれないんですけれども、ぜひそこにも行っていただいて、まあ日帰りの方ももちろんいらっしゃると思うし、去年はさ、2年前の長野公演やった時は、実は私落語の長野公演の前々日が、あのお姉ちゃんの結婚式で、結構バタバタで、だから稽古はお姉ちゃんの結婚式場から私落語の稽古やってて恥ずかしすぎしかもそこがさ、個室なんだけど上は筒抜けのところだったから、多分絶対他の人聞こえてるのよ、私の落語、何の落語だっけ、あ、ピーヒャラ、ちゃんかてんつくとかを私は100人ぐらいの人に聞こえるぐらいのボリュームでやってて、めっちゃ恥ずかしかった。本当どういう状況って感じだよね。そんな修羅場だった本当に。落語の稽古あるからお姉ちゃんに個室準備できるって聞いてて、もっともっとね、でお姉ちゃんがあるよ個室とか言って、お姉ちゃんの子が行った個室に行ったら全然なんか上筒抜けのところだったの。だから私はまあそんな、もうそこで恥は全て捨てたんですけれど、そう、めっちゃよりによってノリノリのやつ、今回のやつはそのこれ自分で言うのもあれなんですけれども、今までの落語の中で一番私っぽいと思うんですよ。結構そのピーヒャラとかってもどう考えても私じゃないキャラクターじゃないですか、私もこんなことしないし別に。ただ今回、まあ、長野公演、まあ、東京公演も半分の落語はなんか一番私っぽいキャラクターだと思うので、なんか本当に、あ、演じてるとかじゃなくて七子だって感じだと思うので、すごいねみんなに見てもらいたいなって思うんですよ。今回なんかあんまその役作りとか考えてなくて、本当普通にナチュラルにやってます、台本見た時にそう面白いなって思って、なのでぜひその私がめちゃくちゃ役作り込んでやってるっていうより、まだ二人落語の方は分かんないんですけれども、一人落語に関してはすごく役作りをしている西村七菜子じゃなくて、私が西村七菜子が作品に入って落語やってるみたいな感じなので、どちらかというと、演目は自分で選べないです基本的に。ただまあ私の場合はもう落語出演ランキング1位ぶっちぎりトップのため、そのほとんどの落語やったことがあるので、
もう選択肢が少ないんですよねそうなんですよ、もう3つ2つ3つぐらいしかないんですよ、やったことないものが。だからもうその中からって感じです。そんな感じです。でも0号って知ってます？これはね、長野公園前来てくれた方はね覚えてるかもしれないんですけれども、ゼロ号っていうロボットと女の人間の子、人間の子のお話をやったことがあって、それは二人落語なんですけれども、でもなんかそれは、まあ、今回多分やらないんじゃないかな、二人落語何やるか知らないんですけど、なんかゼロ号は演出家さん曰く人間役は私っぽく書いてくれたらしくて、モチーフにしてくれたらしくて、そうなんですよ。でも確かにあの0号の1か女の子私っぽかったですよね、ロボット役で。ロボット役か難しいよ、ロボット役お芝居うまくなってできないマジで。というか昨日さスタッフさんと話してたんだけど、チカナマジやばいね。チカナさ、ここでさイルミナスでさ主演舞台やってさ、5日後とかにさ千秋楽のさ5日後とかにあれでしょ、あの長野公園でしょ。いやタフすぎる、大丈夫なの絶対さ超大変じゃん。多分チカナって覚えることが多分得意なタイプではないって自分でも言ってたから、超大変じゃん。私だったらもうパンクしてるよ。すごい、何やるんだろうチカナ、超大変。私だったら断っちゃうぐらい大変。私基本断んないけど、私だったらいや落語はちょっとさすがにって言っちゃうぐらい大変だと思うから、すごすぎる、大変ですね。でも楽しみ、長野公演終わった後なんか美味しいもの食べて帰りたい気持ちだけど、この間の長コレの時も食べたのはモスです長コレの日モス食べました。本当にそれぐらい長野らしいものはあまり、うどん食べたし、今モスでなんかいちごシェイクみたいにやっててあれ超美味しかった。長野でモス食べてくださいぜひおやきはもうド忘れした、おやき美味しいところド忘れしました。まあいいや、まあ、そばも美味しいんだけどね、うどんの方が。たまにさ小麦粉食べたい、小麦を食べたい時ってないですか？ないか。うどんとかパンとか、そういろは堂、いろは堂のおやき美味しい。うどんとか私も基本的にはさお米の方が好きなんだけど、なんかパンとかたまにその粉物系小麦系を食べたい時があって、この間はそうだったんですよね。だからうどんにしたんですけど、でもなんか小麦が食べたいって時ってホルモンバランスなんだって私は昔先生に言われた。どの先生って感じだけど小麦食べたい時ってなんかホルモンバランスがなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら大事な時を覚えてないっていうありますよね。なんかそう
太めのうどんとかラーメンとかパンとかね、そのパスタもそうだけど食べたい時ある。毎日小麦食ってる気がする。やば、小麦農家じゃん小麦農家の人じゃんお好み焼きたこ焼き、あー、私は小麦食べたいなときはそういうものじゃないな。どちらかというとパンとかかな。まあパンも久しく買ってないけど、学生の頃とかはね、なんか女子高生ってとりあえずセブンのメロンパン買ってるみたいな風潮あるじゃないですかセブンのメロンパン食べたことない人っていないんじゃないかな。高校生ってみんなセブンのメロンパン食べてるんでしょドリプトン飲んでればもう満足じゃん。だからそう、昔はパン買ってたけど今は買ってないな。毎月1日は丸亀製麺。丸亀製麺美味しいよね。え、偏見かな。仕事中だから一言だけ、落語採点取れた、ありがとう、嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう、ありがとうね。偏見かな。偏だってさ、女子高生ってリプトンとメロンパンで生きてるんじゃないの。もしくはちぎりパンでしょ、もしくは唐揚げ棒でしょ。違う、あとじゃがりこにさ、じゃがりこにお湯入れるの流行ったの知ってる。私が高校生の時にめちゃめちゃ流行ったの。え、私の学校だけ、じゃがりこにお湯入れてポテトサラダみたいにしてたの。みんなバカみたいだよね私はしなかったけど、普段ご飯派なのにたまにローソンの100円くらいのローズンバターロール食べたくなる。わかる、わかる、わかるよ。リプトンか、もしくは私の学校はまあスタバが結構ね、学校の近くに2つぐらいあったからスタバも取ってる人がいたな。あ、なんかそう、スタバって高いんですよ。なんかじゃがりこってさ、いろんな味あるけど結局サラダですよね。サラダ最強説ですよね結局。そう、高校生にスタバ高級、ほんと高級品だよ。スタバじゃない、じゃがりこにたらこバターが出た時革命だと思って学校でめちゃめちゃ流行ったけど、やっぱりねサラダだなって思いますね。家から学校までの間にコンビニなかった。え、そうなの。めちゃめちゃあったわ。サラダって結局何味なの？そういうこと言わないの？マジレスしないの？そういうのってねえ、じゃがりこ食べたい。でもまた新幹線でじゃがりこ食べないようにしててね。なんかこの間新幹線乗った時に後ろの人がじゃがりこ絶対食べてバリ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 してうるさかったからやめたの。でもそれからね、めっちゃじゃがりこ食べたいってなってる。今じゃがりこモチベ高めです。皆さん新幹線でじゃがりこ食べるのやめましょう、うるさいです。あとは、まあ、新幹線でほんのり屋のおにぎりだけ食べてください。マジで美味しいです。でもほんのり屋めちゃ混むので、あのやっぱり酪王牛乳コーヒーだけ買って、福島のあれ美味しいので
え、そう、車内販売でじゃがりこ売ってるけど高いからマジぼったくりだよ。というかこの間、そう、あの長野、長コレでね、長野行った時に帰り東京にね戻る時にもう新幹線取れなくて自由席だったんですよ。でもう絶対座れないじゃんって思って、とりあえず朝間に乗ったら長野発だからまあ早めに並んでれば座れるかなと思って、20分前ぐらいから並んでたけどそれでも結構座れたのがギリギリだったんで、もう本当にデッキのところもそうだし通路のところもそうだし本当にすごくて、いやー結構参りましたね。結果座れたから良かったんだけどさ、すごく新幹線移動が大変だった。激混み、待って、私16時半に出なければいけない、なんなら16時25分ぐらいに出なければいけない。私は今顔のメイクは終わっている、髪の毛もまあまあまあちょっと跳ねてはいるけど、部屋が散らかっている。これで部屋出たら家主に怒られるからで私はここ準備して、そうで結構今から行く場所遠いんですよ、家から結構かかるから、前みたいに前髪切るみたいにそんな10分前に出るなんてことでもうやってられないから、そう、もうこれまあまあ時間ないので着替えている。でも今日はすごく東京寒い、これじゃ寒い、どうすればいい、靴下を履いて荷物持って携帯で落語の告知をして化粧品を入れて、そう寒いからねこれじゃ、ですっごい汚いの、すっごい汚いけどお茶飲む。このねまた YouTuber みたいなことしちゃうんだけど、こんな時間喋ってる時間ないんだけどなんかこのお茶なんですけど、この手のひらサイズのお茶なんですけど、これはお父さんがいつも会社でなんかたまにもらうんだって、こういうお茶を。で私が飲むからわざわざお父さんは会社で飲まずに持ってきてくれるの家に愛おしい、ありがとうお父さんだから私が家でそのこういうねちっちゃめのお茶をよく飲むので、お父さんが家に帰ったらたまにこのお茶が増えていて、私専用の棚があるんです。なんでお茶飲んだのが今日一で面白かった、どういうこと。全然お茶飲む、みんなお茶飲むでしょ。そう、忙しいけどお茶飲む。で私今16時7分、私は25分に家を出たい。でまだ準備することはいっぱいあるから配信をしながら準備していく。でもそんなことをしていたら家の片付けができないから、分かってるのよ本当に。マスクね。でこれは可愛いリボンなんだけど、これは長コレの時にヘアメイクさんが貸してくれて、帰りヘアメイクさんに会えなくて結果持ち帰ってきちゃったのだからこれ本当返さなきゃいけないの。だから誰かメイクさんに言ってほしい本当に、あの 悪気があるわけじゃないの、本当に帰り本当にメイクさんに会えなくて、本当に返してないよ、仮パクみたいな、元 NGT の西村が仮パク、そんなことはしない。もうどうしよう、叩かれたら、それでツイッターでどうしよう、拡散されたらやばい、怒られる。これいくら、でもこれちょっと可愛いから今日つけてく今日最近ちょっと髪伸びちゃったからこうやってね結んだりして、ちょっとカチューシャ、じゃあ取ろうかなって、こうやって髪の毛を結んでね、こんな感じで結んでこうやってやったら、ほらなんかちょっといい感じに、いい感じになるのよ。だからこれつけていく、これつけていく今日あのそう、私が返すまでは私のものなので
最悪つけて、これ私は今日これでいくで、本当に本当に今今日雨降ってるからもう20分には出たい正直正直言うとね、あと10分しかないで、とりあえず片付けて、もうこれでいくから、ちょっと前髪汚いけどもういいや。そう、しばらく私のものでいくから、だから私これあのイベントの時これつけるから、あの5月11日の落語のイベントカルカル渋谷でのイベント、これつけるから、私これつけてやるから、うん、仮パクしたやつつけていくから、返すまでは私のものだから、ありがとうございます。でやっぱり忙しいけど喉は乾くで、もうお茶をしまうでしょ。でこれイベントつけてからみんな見に来て、まだチケット販売してるんで、同じのつけてつけて、でつけてつけて、えちなみにもっと言うとこれゴムをパリ仮パクしてんの、もう最悪なんか最初私長コレの時髪の下ろしてたの、だけどちょっと暑いからちょっと次の出番から私髪の毛ちょっと、ま、結びたいですって言って、ゴムヘアゴムありますって言ったら、あどうぞって言って貸してくれて、そしたら、あ西村さんこれもつけたらどうですか、もしよかったら貸しますよって言われて、だからあいいんですかとか言って、で、まあ、借りちゃった、借りパクコーデです今日、借りパク、やばい、どうしよう、その美容師さんからいろいろ言われたら本当に、でだからこれは今日は今度これでこれで出かける、でこれは包丁に入れて、全然準備進んでないよ本当にやばいよ、でこれはあのカラフルなクリップ、これはねなんでバッグに入ってるか分かりません、これは長野の C1 のセリアで、 C1 っていう建物のセリアで買いました、あのスタッフさんがクリップが欲しいと言ったので、まあ私の遊び心でカラフルなやつ買っちゃって何も面白くないですけどすいません、でとりあえずこれをしまって、でこれは私が今日寝ていたパジャマね、で片付けて、で、あもうやばい11分なんで本当にそろそろやばいんで、配信を終わりにしたいと思います、すいませんね。13位ハッセイさんありがとうございます。12位世界のマッスルさんありがとうございます。11位一田さんありがとうございます。10位バンブーさんありがとうございます。9位チェロさんありがとうございます。8位秋広さんありがとうございます。7位音速の貴公子さんありがとうございます。6位 Y 松さんありがとうございます。5位昴生さんありがとうございます。4位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。3位ゆうたさんありがとうございます。2位せなさんありがとうございます。1位ゆうきさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。すいません駆け足、最後の方だけ駆け足になっちゃったんですけれども、最後になりますが、長野の落語と東京の落語チケット販売しておりますので、ぜひ皆さん、来てくれると嬉しいなと思います。でこの後ツイッターで告知いたしますので、チケット取れたよなんていうねコメントとかねしてくれたらもう私とっても喜びます。でもう皆さんが来てくれるっていうおかげでね、なんか治りました、ね、無事になんかねなきっとこれから治りますということでありがとうございました。皆さん本当にちょっと駆け足になっちゃいましたけれども、これからも皆さん応援よろしくお願いしますということで、また配信しますありがとうございました。